さて、それでは全国社会人サッカー選手権大会決勝の第動画は第3弾になりますね。カードはブリオベッカー浦安対 B トップ3区栗山、まあ、ここまでブリオベッカー浦安を2本出してきましたけれども、今度は B トップ3区栗山です。北海道リーグ今年創設1年目で優勝をして、そして地域 CL に上がってきました。この B トップ3区栗山というチームはどういうチームなのか、皆さんもちょっと疑問を持ってらっしゃる方もいらっしゃると思いますが、このチームの総監督を務めているのが西野小太郎さん、24歳、おそらく日本で一番若い総監督なんじゃないかと思うんですけれども、その方がなぜこんなチームを作り上げることができたのか、じっくり聞いてみました。全国社会人サッカー選手権大会準優勝の総監督西野小太郎さんです。まずはこの大会の感想、準優勝という結果どう捉えてますか？地決に向けての準備っていうところで位置づけて、臨んだ大会で、選手たちは苦しかったと思いますけど、勝ちながら本当にいい準備、それから課題っていうのが見えたんで、いい5日間だったと思います。この5日間の経験を地域 CL にどう生かしてほしいですか？そうですね、出た課題は明確でしたし、それをできれば、自分たちの勝つ確率は本当に上がっていくと思うので、少しまた期間があるんでね、まずはしっかり休んで、そうですね、ほぼターンオーバーもなかったんで、本当にしっかり休んで、11月の本番に向けて、もう一回みんなでハードワークしたいと思います。これまでやっぱり北海道って地域的にも環境的にも気候的にも難しいところがあって、 B トップはそれで1年で覆してきたような気がするんですけども、どういうところが秘訣というか、どういうところにこだわってきたんでしょうか？もう単純に、目の前の試合に勝つっていう、僕らこの大会勝っても何もないですけど、ただ目の前の、トレーニングマッチも含めて勝つことにこだわってきましたし、そうじゃないとやっぱ課題も見えてこないんで、やってきたことの継続で、それからまた出た課題に対して、トライしていく、そこの継続の成果をまた11月に見せたいなというふうに思います。プロクラブとしての立場をまず作りたいということを社長がおっしゃってたんですけど、まさにそういうことかなと思いました。ということで、また地域 CL 期待してます。ありがとうございました。ありがとうございます。